回はセーターカットソー売り場より秋のインナーに大活躍、肌触り抜群リオセルカシミヤカットソーをご紹介します。まずはこのリオセルカシミヤの生地の特徴をご説明します。リオセルは木材パルプを加工してできた自然に優しい素材です。生地がとても柔らかく伸縮性も抜群で程よい光沢感もある素材です。そんなリオセルにカシミヤを混ぜることによって抜群の肌触りの生地に仕上がっています。生地の肉厚も厚すぎず薄すぎずのちょうど良い厚みです。保湿性、吸収性にも優れているのでこれからのシーズンにぴったりのシリーズです。2つ目は首周りと袖口をチュールで切り替えたカットソーです。こちら昨年の9月から11月の3ヶ月で300枚売れたヒット商品です。人気のポイントは何といってもこのチュール使い、首元、袖口からさりげなく見えるチュールが顔周りを明るくし華やかに見せてくれる点が好評でした。このようにチュニックやプルオーバーのインナーとしての着こなしがおすすめです。2つ目はシンプルなボトルネックカットソーです。首元はしっかり隠したい、そんなミセスの要望に応えたボトルネック。先ほどのチュール使いとは違い、とってもシンプルなデザインですが、先ほどもご説明した肌触りの良さ、抜群の伸縮性でとても着心地が良く、リピート注文が多い商品です。こちらも昨年9月から11月の3ヶ月で200枚売れた隠れたヒット商品です。気になる洗濯方法ですが、こちらも手洗い可能な商品です。カラーバリエーションも豊富に取り揃えています。こちらの商品はボトネットや普通発信になったファッションカタログの通りに掲載しておりますので、ぜひご活用ください。最後までご覧いただきありがとうございました。